重要な役割を担う餃子船の方を丸、塩釜港祭りは、宮城県塩釜市にて、毎年7月第3月曜日に実施される祭り。広島県廿日市市宮島町の五福島神社で、実施される、歓迎祭、神奈川県真鶴町の木船神社で実施される、木船祭りと合わせ、日本産、大船祭りとされている。塩釜神社塩釜港祭り前夜、 祭り花火大会の様子港町として栄える塩釜の経済発展と戦後の疲弊した市民の元気回復を祈願し1948年から開始された。毎年7月の第3月曜日に開催される。塩釜神社、境内の芝彦神社よりそれぞれみこしを繰り出ししないよう練り歩いた後、塩釜港に待つ魚座船へ乗り入れ会場を巡行する。 会場では百隻を超える漁船が大量機を掲げて、漁座船を追随し、太鼓や笛などを鳴らしながら生やす。市内では、吉子の塩釜、塩釜ジンクなどのパレードや花火大会も催される。御しをそれぞれ鳳丸、龍鳳丸と名付けられた漁座船に乗せ、海を渡らせる御し会場を私は、東北地方で初めての試みとなった。これは、 塩釜神社に祀られたエンドローオオカミへの感謝の気持ちを表したもので、江戸時代の仙台藩で実施された松島湾内遊覧のためのご用船が原点であるとされている。元来は塩釜神社の例祭に合わせ7月10日に実施されていたが1963年より8月5日に変更2005年より海の日に変更された。 流行丸は1964年から、姿正明、日本の祭り、ありがとうございます。